こんにちは。高鳩坊の肝試しから続きやっていきます。まず船長さんに会ったところですね。あと次が後部通路のビリーというわけで、後部通路に行こう。多分あのさ、下のさところじゃないかと思うので、暗いよー、暗いんですけど、どの辺から行けたっけ。見えない見えない、マジで見えてないからね。あった、ここから行ける。これ後部通路ですよね。どうなんだろう、暗いよ。これ夜は不気味だね、昼間はいいけど、これは暗いわ。あ、だだだだ、びっくりした。いた。あ、よし、まあ、とにかくさ、税収されないように倒すよね。怖すぎるわ。あれ、いなくなっちゃう。あ、いた。あ、どうしたんだ。星でも見に来たのか。こんな危ないぞビリー。モンバに言われて肝試しをしてるんだ。モンバに。あ、あー、なるほど。なんだ。あ、なに、どうしたの。流れ星。え、なに、どこだ。もう消えちゃったよ。て、どんなお願いしたんだ。ん、秘密だよ。叶うといいね。うん、モンバには王子様たちが来たことを証明してやるから、次のところへ行っていいぜ。あ、そうそう、夜はモンスターが出るから気をつけな。気をつけて、目の前で出たからね。うーん、また星を見に来たのか。さて、ビリーに会ったから、次がボスの部屋だ。ボスの部屋に行こう。ここからだとどういったらいいな。戻るか。いいな、クイックボーナス全部お金っていいな。よし、これだから扉はどれだ。扉はこれか。ボスの部屋で2回ノックすればいいんだよね。暗いんですけど、どうなってるんですかこれ。暗い。夜はモンスターも出るんだ。さっさと部屋に戻って寝ろ。そうしたいんだけどさ、ボスの部屋なんか大変ね、夜遅くまで。右に、もっと右に回したいんだよ。左はちょっとだけたまに回せればいいよ。むにゃむにゃ、俺が回ろうか。寝てるのかな。やば。よく無事だなこの船。何回ノックしますか。ああ、2回。見回りご苦労モンバ。僕ピノンです。あ、そういうことね。モンバめ、あいつ、お前やらせやがって。え、ピノン、ちょっと入ってらっしゃい。バレないと思ってんのかあいつは。
なの。ピノンどうしたの？モンバが肝試ししようって。肝試し？そう、気をつけてね。それでモンバは？多分僕たちの部屋にいるんじゃないかな。そう、もう夜も遅いわ。肝試しもいいけど早く寝るのよ。うん。いやー、後で怒られるんじゃないか。正面から話しかけない。遊んでないで早く寝なさい。はーい。エレナが終わったから次は、戦争の凍土だ。下下下、これも下に降りて、ほんとうろうろさせるよな。見えない。見えない。まあ、トードか。こっち行ってみるか先に。何してるの？モンバが肝試ししようって。モンバが？ははーん。きっとモンバが夜の見回りをサボるためにあんたたちを利用したんだね。そうなの？そうに決まってるよ。部屋に戻って休んでいいよ。あたいがモンバに行っていくからさ。うん。せっかくだから最後までやるよ。そう？なら頑張ってね。モンバめ。かわいいなぁ、いいなぁ、やっぱり。眠い、眠い。もうダメしか？今度はアイナも連れて行ってやってくれ。すごい音だ。みんないつ休んでんだろうね。さあ、トドだぞ。どうしたの、トードさん。トードさん？出た。出た。怖い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 。出た。次から次へと食料が食べられちゃう。困るよ、それ。なんだなんだ、今の。見てて。ピノン、大丈夫？今、何？うん、大丈夫だよ。俺様の飯を横取りするなんて絶対許さないぞ。追いかけよう。どこ行ったんだ？あ、戦うんか。食べ物を食い荒らす。正体は？アンモクイーン。お前らかいっていうね。本当にもう普通のアンモクイーンと同じかな。ちゃんと戦った方がいいかも。うん、マルコ貯めるか。ピノンはどんどん攻撃して下げていくか。あ、間違えた。いつも間違える。アンモロイヤル。あ、これあれだ、ちゃんと倒していかなきゃやらない。ロイヤルがあった、そういえば。ちょっともっとアンモ、あんま効かなかった。レナちゃんパス。
いいの。よし、あ、弱いわ。マルコ普通に倒せるだろ、一人で。強っ。ヒノ、行くか、そのまま戦っちゃおう。やー、ルアちゃんも行こう。えい、はい。経験値がすごいぞ。普通の暗黙印か。しかし意外と早く動くんだな。ピーンって言ったもんね。やっつけてきたよ、トードさん。トードさん、ありがとう。え、これで終わり？あ、これでいい？強いんだね。あ、奥はいけないのか。そういう感じ？ではしません。トードの音が大砲の数次数えるんだな。数えづらい大砲を。見えねえ。どこスタートにしよう。扉の1、2、3、これも4、5、6、7、8、9、10、11。違うね、ここは数えたわ。17、モンバ17。あ、向こう あったないっけ。進めね。17、明るくていいな、ここは。どうしたんですか、こんな夜中に。夜更かしはお肌に悪いですよ。肝試しですか。そうですか。それなら一つお話を聞かせてあげましょう。この広い海には見たこともないような恐ろしい怪物や想像もつかないような不思議なことがいっぱい待ち受けているんですよ。ふふふ、例えば船に襲いかかる巨大なモンスターボアデリスとか。こいつは凶悪な怪物でしてね、突然海から現れると船に絡みつき船体をバラバラにしてしまうのです。そんな恐ろしいやつだったのか、あいつ。このダカート号も何度かこいつと出くわして随分とひどい目に遭いましたよ。まあ無事に航海を済ませたいのならこいつにだけは会わないようにお祈りすることですね。え、船に乗る前に海岸で倒したですって。おかしいですね。奇怪なことがあったものです。とにかく夜更かししないで早く寝た方がいいですよ。はーい。あと見たかな。分かんなくなっちゃったよ、もう。武器屋も見る、一応。大砲の数忘れそうだな。こんな夜中でも何か欲しいものがあれば売ってやるってことよ。あ、売ってくれんだね。特にはいらないんですけどね。まあそんなもんだな。ワンコ、ガウガウ。あっち側も行く。大砲
この数忘れそう。あ、誰もいないっけ。ここ、あ、そっか、外出ちゃったのか。よし、モンバに報告しましょう。報告しましょうっていうか、ねえあいつめ。部屋だから濃度が長すぎるな。モンバ、お前、あ、全部回ってきたみたいだな。それで大砲はいくつあった？17。うん、当たりだ。よいしょ。でも当てずっぽうじゃないだろうなちゃんと数えたよ。そうか、じゃあご苦労ご苦労じゃないでしょ、モンバ。ボス、見回りを人に押し付けるなんて。あなたたち、本当にご苦労様。ゆっくりと休むのよ。エレナお姉さん、モンバを叱らないであげて。肝試し、とっても面白かったよ。いい子だね、ピノーは。そう。そうか、そうか、わざわざ見回りを譲った甲斐が、あ、すみませんでした だったろうからな。ところで、あのな、他でもねえんだけど、ちっとばっかり頼まれ事してほしいんだよ。頼
頼まれごと？まあお使いなんだがな、トードにな、これを渡してほしいんだ。これって何？あいつの朝飯だよ。腹減ったって騒ぐ割に今朝は食べに来なかったんだ。俺が渡してやりたいところだが、マストで見張りしなきゃならないから頼むな。うん、わかった。そっか、ありがとうな。トードは戦争にいるから、終わったら船の中でも見学してろよ。じゃ、頼んだぜ。ビリー、すごいいいやつそうだな。ご飯なんなんだろう、朝食。というわけで今ちょっとピノは一人になっちゃいました。なんだっけ、トードに届けなきゃいけないんですけど、ちょっと一周しようかな。またもう見すぎなっていうぐらい見てるけど、欲しいからいいよね。お前少しだけ寝かせてくれ。ダメじゃんこれ、ボスには内緒だぞ。ボンバー、声どっから出てんだお前。グーグー。やばい、しかも寝方が可愛い。尻尾がこうなっちゃうの可愛くない？いやーいいなー。ルナちゃんも結構眠そうだったよね。そっち、マルコは無事だろうか。ご飯美味しそう、本当に美味しそう。いるかな。やってるやってる。似合う似合う。トドに弁当届けてくれたかい。あ、これから行くよ、マルコ。芋むきやってるんか。かわいそう。いつになったら、いつになったら芋がなくなるんだ。あー、これ芋か。頑張ってるな、マルコ。いやー、いいねいいね。夜はすごい不気味だったけど、昼間の船はすごいいいですね、陽気で。曲もだけど、どれくらいかな。みんな寝てないのかな。今日はなんだか波が荒れてるぞ、ピック。ははは、ちょいと飲みすぎたかもな。そうねよ、しっかり立ってないと海にドッポーンだぞ、ピック。入れない、入れない。なんだ、仕事が欲しいのか。ん？トドに弁当届けている最中？それなら早く届けてやりな。トドなら戦争にいるはずだ。何話してんの今。エレナさんとお話し中だから、また後でね、ピノ。しつこい。ごめんなさいね、今ちょっと忙しいから。後にしてくれるかしら。お城の位置とかかな。
いや、順調に公開中だよ。まだ何か？いい天気だね。これじゃダメ？かわいい。困ったな。ごめんね、困らせて。ここにいるとこも見たいな、誰か。指をちゃんと寝たのか。戦場での生活は健康第一だぞ。全然寝れてないよね。でみんないつ寝てんだろう。本当に不思議だよ。食料を調達しようと釣りをしたんだけど、どこ一匹しかすら釣れなかったんだな。長いこと海に出ているけどこんなことは初めてなんだな。なんかおかしいってことかな。まあ気にしても仕方ないんだな。何か必要なものがあるかってことよ。必要なものはないってことよ。まあそんなもんだな。なんかちょっとやっぱ海の様子おかしいみたいですね。大丈夫かな。いろんなトラブルが起きるな。でも朝食届けなんて優しいな。いや、おはようございます。今日も上々の天気ですね。で、窓がないのになんでわかるのかって。ずっと自室に困っているわけではないですよ。朝一番選手での体操が私の日課で。そうなんだ。その姿見してよ。怪我をしたら私が治して差し上げますから、いろんなところを探検してみてはいかがですか。いいな、ランバートさん結構好きなんだよね。下に降りますかね。チンコ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。飲めた。指はモンバのせいで大変だったね。トードなら向かいの戦争にいるんじゃない。なんだかクララの様子がおかしいの。ん？クララ、どこか点検し忘れたかな。クララ。よし、じゃあ行きますか。
だとね。あの、これ。ああ、わざわざ届けてくれたんだ。またまたありがとね。それじゃあ、僕行くね。ああ。どうしたの？小鼻がピクピクするときは嫌なことが起こるのね。嫌なこと？それどんなこと？大変なことなの？分かったよ、トードさん。とにかく何か嫌なことがあるんだね。多分ね。分かった。ありがとう、トードさん。僕、気をつけるよ。じゃあ、僕行くね。じゃあね。なんだろう、嫌なことって。フォード可愛いな。あの動き。というわけで、じゃあ無事あの使いを済ませたところで今日終わりにしようと思います。なんか嫌な予感っていうのがすごく気になるんですけれども、はい。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。